毎日思い出に、はい、石金 TV の石金です。こんばんは。2022年8月2日の動画日記となります。8月5日の8時40分過ぎに撮っておりますけども、はい。で、1個目としては、あの、暑いということで、東京暑いですね。本当に36度でしたね、あの、最高気温が。はい、外に出るとですね、本当に家の中はね、ガンガンクーラーを効かして、25度とか4度のクーラーを効かしているので、すごくね、冷たいんですけども、あの、部屋を出た瞬間、家を出た瞬間ですね、もうブワーッとこのアスファルトからの照り返しとかね、太陽さんからの上からの攻撃とかがあってですね、本当に暑くて暑くて、あの、死んじゃいそうな、あの、ずっとね、歩いてたら、死んじゃいそうなぐらいの暑さだなと、36度思います。はい、皆さん熱中症に気をつけましょう。はい、ということで、2個目としては、これが今日の、まあ、一番ね、良かったなと思うことですね。目を仕事中に、こまめに、ね、目を休める、ことがすごく、大事というか、仕事の生産性を上げるというか、長く長く集中力を保って、仕事をするのにすごく大事なのが、目を閉じたりとかね、こまめに休憩することだなと思いました。はい。で、まあ、やり方としては、目をこうやってまぶたをね、閉じるということで、それだけですね。これで、1分間ぐらいね、まあ、僕 はタイマーで測って1分ね、メガネ外して1分目を閉じると、まぶたを閉じて、まあ、あとは呼吸にね、自分の深呼吸したりとか、呼吸に集中して1分間、休憩するということで、で、また目を開けて、作業ね、再開するという感じで、これはね、正直、いや、リモートワークじゃなくてもできることなので、ぜひぜひ、もう本当これだけ結構ね、変わりますね。すごくスッキリ、1分だけなんですけども、スッキリするし、もしできる方は、自分で調節して2分とか3分とかね、5分でもいいし、そんな感じで、こまめに休憩、目を、頭をというか脳に、こう目を閉じるだけで脳に送られる情報がね、シャットダウンできるそうなんですよね。それで、だいぶ休憩というか脳への負担がね、減るので、回復にもなるので、ぜひ、試してみて。1分なので、ぜひ、まあ、30秒でもいいんですけど、目を閉じるということで、これはまあ一瞬ね、会社で仕事してる人も一瞬目を閉じてるだけとかね、まあ、会議中でもね、一瞬2秒ぐらいね、1、2ぐらいだったらね、居眠りしないと思われると思うので、そういうことで、本当に急に例えば会議、大事な会議中に眠気が襲ってきて、睡魔が襲ってきて、これはもういかんということになったらですね、1秒だけ目を、閉じてみて、また開けて、とかね、いける範囲でね、そういうことでどん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 、こまめに休憩を取り入れて、一日一日をね、こういい感じで過ごしていけたらないと思います。はい、そんな感じですね。ぜひやってみてほしいですね。だいぶ違うんで、はい。パソコン作業してると本当に特にね、目がね、疲れると思うので、ぜひぜひやってみてほしいです。はい。で、あと最後に、アーユルヴェーダというものをね、年内に受けたいなと思いました。強く思いました。はい。アーユルヴェーダっていうのはですね、インドかな、極上の癒しですね。インド、スリランカで生まれた世界三大医学、アーユルヴェーダということでですね、まあ、オイルマッサージっていうことですね。簡単に言うと、めちゃくちゃ簡単に言うと、はい。こちらですね、まあ、特に女性に、人気だということでですね、僕はこのアーユルヴェーダを何で知ったかというとですね、先月読んでいたですね、エッセイですね、羽田圭介さんという芥川賞作家の、方でですね、明治大学卒で僕の一応先輩にもあたる偉大な小説家の方なんですけども、彼が書いたエッセイ、30代の初体験だっけなっていうね、羽田さんが30代になったのをきっかけに、いろんなね、やったことが なかったけど興味があったことにどんどんその、まあ、挑戦して、それを連載すると、エッセイとしてね、連載するっていう企画で、それを一個にまとめた本がね、30代の初体験という本で、すごくね、かなり僕がね、これはまさに自分の今欲していた情報というか本だったなっていう感じ、すごくすごく面白かったんですけども、その中での1個ね、紹介されたのがアーユルヴェーダで、特に他にもいろいろね、やってみたいなと、僕が思ったのもあったんですけども、特にね、なんか快楽というかね、
すごく、気持ちよさそうでリフレッシュできそうで、日々の疲れをね癒してくれそうなのがアーユルヴェーダだったので、これはねすごいね、行きたいなと思います。はい。で今回ね、本の中で紹介されてたのは、エクスパンスっていうね、エクスパンスっていうお店ですね。恵比寿とか銀座とか渋谷にあるらしいんですけども、そこの店で行ったということで、でメニュー見てみたんですよね。そしたらね、一番おすすめの初回限定のコースがですね、全身と、120分で、21,500 円と、初回限定価格2万円以上するということで、まあすごくかなりね、普通のサンキュッパのマッサージとかとはもう比べ物にならないぐらいの、お値段なんですけども、それぐらいのね価値というかね、一回行ってみる価値はすごくね、あるんじゃないかなと思いましたね、そのエッセイ読んでて。はい。で今回ね、21,500円で全身をね、肩、背中ね、腰とかね、ふくらはぎとかやって、冷え性とか肩こりに効くし、腰痛とかね、いろいろ眼精疲労とかね、頭痛とかいろんなことに効くということで、まあ一般的なねストレッチとかマッサージと同じだと思うんですけども、それに加えてですね、この体験したいのがね、このシロダーラっていうやつですね。シロダーラっていうね、羽田さんのエッセイの中ではこれですね、頭の上に、オイルをね垂らすという、これがシロダーラっていうね、これエクスパンスさんのサイトのページなんですけども、これをね受けたいなと思ってですね、はい、これが特徴的ですね。はい。でこれをやるとですね、本当に頭のおでこに、あったかいオイルを垂らしてですね、すごく、めっちゃ気持ちいいらしくてですね、羽田さんは人格が、壊れるというかね、崩れるみたいなことで書いてありました。本当にどんな感じで人格が壊れるのかね、すごく楽しみなので、これは年内にね2万円以上するんですけども、ちょっと、話の種にもなりますし、体験してみたいなと思います。はい。であとは女性の方はね、本当に女性の方がね、すごく女性を虜にするっていう、ことも書いてあったので、ぜひぜひ自分の、ね、ご褒美、いつも頑張ってる自分へのご褒美として、ちょっと、高い、非日常的なマッサージというかね、味わってみたい方はぜひぜひ、シロダーラとかね、アーユルヴェーダと検索して、お近くのね、お店でね、エステかな、行ってみてほしいです。はい。ということで、アーユルヴェーダのおすすめでした。はい。ちょっとまだ僕は行ってないんで、今度行った時はね、感想を述べたいと思います。はい。こちらね、まあ、今年中にと言ってもですね、早いうちにね、もう今すぐでもね、明日にでも行きたいぐらいなんですけども、今回は自分のね、誕生日が来月、9月に迫っているので、そうですね、8月末か9月誕生日付近で、ちょっと挑戦してみたいなと、思います。はい。そんな感じで、アーユルヴェーダの宣伝でした。